はい、こんばんは、あいかです。今日はですね、じゃじゃん！ 6 下のアドベントカレンダー開封していきたいと思います。いやもうね、ちょっと動画の順番がもしかしたら入れ替わってるかもしれないんですが、今年ね、手元に来たアドベントカレンダー第1号になります。いち早くね、紹介したかったので、海外からお取り寄せしたんですが、国内では10月の26日発売ということで、お値段が税込み9790円です。毎年ね、結構手頃で、なおかつ捨てアイテムがないことで、有名な6下のアドベントカレンダーなんですが、なんか今年はね、ちょっと今までと雰囲気が変わってて、カラーリングもちょっと懐かしのクリスマスみたいな色味になっています。で、厚さはね、これくらい。結構薄っぺらいです。で、どうやって開けるかというと、あ、ベリって言っちゃった。あ、もう早速ベリって言わしちゃった。あ、もうダメだ。破壊してしまう。これどうやって開けるの？なんか刺さってるだけなんだけど、すごいしっかり刺さってて、無傷で開封できない。やっと開いた。もう嫌だ、不器用すぎて。あ、でも開けたらね、かわいい。こう開けて、ここをね、はめ込むの。ほら、そうするとなんか、ネットの画像で見た形になります。おっきいですね。もうね、なんかシアっぽい6下の香りがしているんですけど、こっちをね、ペリペリこう剥がして中身を取り出していく形になっています。それでは、1日からね、探して開けていきましょう。あいかチャンネル。ここが出てるからあんまり近くでは見せられないな。1日目いきます。あ、折るとこ間違った。まあ今年第1号だからこんなもんよ。せーの、じゃん。アーモンドのシリーズですね。アーモンドシャワーオイル 35mm サイズです。でこういうパチってするキャップなんですけど、アーモンドのちょっと甘めの香りですね。はい、1つ目はシャワーオイルでした。次、2日目どこだ。あったあった。わあ、なんか今年もこの季節来たわって感じ。2日目がじゃん。お、スキンケアですね。イモーテルのプレシューズクリーム 5mm サイズです。はい、こんな感じですね。結構硬さはしっかりあります。でちょっと植物っぽい香りですね。でこっくりしてるんですけど、伸ばした後はね、意外とベタベタしないです。次、3日目。よっ、あ、来ました。バーベナアイスハンドクリームの 10mm サイズです。アドベントカレンダーにこのバーベナのシリーズって大抵入ってるんですけど、もう香りというか使用感はめっちゃ夏向きなんですよね。さっきのフェイスクリームとは全然違ってて、こういうジェルっぽいくるっとしたクリームで、なんか水分たっぷりって感じ。でね、塗った後若干こうスーッとするというか、ほんと暑い季節にぴったりな感触なんですよね。でもイモーテルシリーズ人気だからか、だいたいね、アドベントカレンダーでいくつかのアイテムを楽しむことができます。なんか今日はめっちゃすっきりしたレモンティーっぽく感じます。じゃあ次、4日目。なんかここのちっちゃいみかんみたいなやつ。あ、と思ったら切り込みは上まで入ってたから、結構中身は大きい。はい、またアーモンドのシリーズの、今度はシャンプーです。これもちょっと香りだけ。さっきのシャワーオイルよりシャンプーの方が香りがしっかりしている気がします。私は結構6下のアイテムで秋冬使うってなると、このアーモンドシリーズが好きです。次、5日目。はい。シャンプーときたらやっぱ次はコンディショナー。ということで、アーモンドのコンディショナー。こちらも 35mm サイズです。次、6日目。あ、ここ、あ、なんか大きそう。はい。びっくりした。殻かと思った。なんか今までにない形状。お、まさかの雑貨。へー。はい、木製のコーム入ってました。これもしかしたらロゴとかも入ってないし、コームってなる人も正直いると思う。でも、私のコーム見たらこれ入っててよかったねってみんな言うと思うけど、見てこれ。いつぞやの美容雑誌の付録。これ何年使ってるんだろうね。多分私の昔の美容雑誌の付録レビューとかまだしてた頃の動画見たら出てきてると思うんですけど、これずっと使ってるんですよ。だから、私的にはアップデートできるから嬉しい。でもなんかこういうアイテムもなんかナチュラルな素材のものっていいですね。今年は変わり種で雑貨も入っていました。次、7日目。ちょっと待って、なんか持って開けるのが無理になってきた。やっと開いた。はい、次、7日目は、よっ。バーベナシリーズのシャワージェル来ました。そう、このシリーズはね、ボトルの形状がちょっと他のと違ってて、こういう形なんですけど、ここにね、葉っぱのモチーフがついています。これはちょっと今使ったら寒いかなっていう気がするので、使用期限結構ありますし、あったかくなってから使うのでもいいかなと思います。はい、次、8日目いきます。はい、じゃじゃん。あ、またバーベナ。今度はボディーローションですね。ちょっとこれ出してみます。こういう軽いミルクみたいなテクスチャーですね。みずみずしさで言うとさっきのバーベナのハンドクリームの方が上かな。なんか緩いんだけどもうちょっとコクがある感じです。なんかさっきはレモンティーっぽく感じたけど、こっちはなんかもっと青々しい香りがする。次9日目いきます。はい、あ、リップバームだ。これめっちゃ便利なの。シアリップバームの 4mm サイズです。で、先端がちゃんとこういう斜めカットというかチューブタイプのバームにありがちな形状ですね。ちょっと今口紅塗ってるのでテクスチャーだけ、こういう結構べったり系のバームです。で、これはね、なんか普通のリップよりさらにちっちゃいから去年も開封してすぐ持ち歩きの化粧ポーチに入れました。今年もね即入れたいと思います。本当に癖のないしっかり唇表面を保護してくれるような使用感です。次10日目いきます。今年なんか私ペリペリ下手かもしれない。はい、手堅い系きました。またシアシリーズですね。今度はフットクリームの 10mm サイズです。ちょっとこれも出します。フットだからちょっと硬いのかな。いやそうでもない。あ、でも触ると結構コクがある感じですね。ナイトクリームみたいなテクスチャーです。あー、でもねやっぱりベタベタしないの。なんかこれはすごいと思う。特に冬場はねやっぱ角質硬くなりがちなので足出すの寒いかもしれないんですが、ちょっと寝る前にしっかりねクリームとか塗ってケアしてあげるといいかなと思います。次ちょっとちっちゃめの窓なんですけど11日目よ。なんか見たことないのが、ちょっと一瞬ね何か分かんなくて調べてみたんですけど、こちらがですねハーバルバームというアイテムのようです。開けるとこんな感じ。結構べったりしてそうなバームなんですが、もう指で滑らせたら溶けてますね。これ普通に商品として展開されてるみたいですね。肌と心にお守りバームロクシタンのアイコニックな4つの植物が1つにということで 100% ナチュラルなこう体にも唇にもどこにでもねこう使えるバームだそうです。で、シアとかアーモンド油、ラベンダー油、あとアルニカのねエキスなんかが入っているそうです。でもこれもこのサイズだったら持ち歩きにいいですよね。ちょっと今持ち歩き用のちっちゃいハンドクリーム切らしてたからこれもポーチインさせようと思います。でも今からハンドクリームいっぱい出てくるかな。じゃあ次12日目。12日どこだろう。あった、こちら。これはね去年も入ってましたね。覚えてます。バーベナリーフソープ 25g 固形石鹸ですね。で、名前の通り、こう、葉っぱの形になっています。これ系のアイテムはね、もう毎年出てきたら、フグちゃんズのメンバーさん向けのクリスマスのね、プレゼントに入れているので、今年もプレゼントになるかなと思います。で、次、13日目。今年もやっぱ入ってますね。チェリーブロッサム。ソフトハンドクリーム 10mm サイズです。これも毎年言ってるような気がするんですけど、もうロクシタンのチェリーブロッサムっていうと、もううちの母のイメージ。だから実家帰ると、なんかお母さんがカウンターの上とかに置いてるようなイメージです。なんか不思議だね。これ撮影してる今はまだちょっと秋っぽくなってきたかなぐらいで、まだ冬も来てないんですけど、これ嗅ぐと春先の気分を思い出す。やっぱ桜の香りいいですね。で、ソフトタイプなのでかなり柔らかいかなと思います。で、13、14までいったのかな。ほら、だんだんわかんなくなってきたよ。14日目ですね。いきます。はい、来ました。ファイブハーブスのシャンプーです。これはね、説明不要かなと思うんですけど、泡立ちもいいし、この香り、ホテルのアメニティとかでもね、あったりするアイテムなんですが、これ結構、ロクシタンのアイテムの中では好きです。ということは、次はやっぱあれかな。15日目。はい、やっぱそうですね。同じくファイブハーブスのコンディショナーです。ここはね、やっぱセットでね、使いたいですよね。もう折り返しくらい？もう折り返し超えてるか。16日目。じゃじゃじゃん。はい。来た。かわいい。これもめっちゃいい匂いなんですよ。ローズのハンドクリームです。このパッケージかわいいよね。アドベントカレンダー開封あるあるなんだけど、この左手ばっかり保湿されていく感じ。ちょっと右手に変えよう。これ本当に花びらだけの香り、茎とか葉っぱのグリーンっぽさがなくって結構パウダリーで甘い香りなんですけど、これはねすっごい癒されるの。さっきの缶のバーム持ち歩くって言ってたけど、これもポーチインしよう。次17日目。はい、こちらシトラスバーベナのシャワージェル 35mm サイズです。そうそう、バーベナとシトラスバーベナがあるんですよ。なんかもういろいろつけててちょっとわかんないんだけど、なんか言われてみればちょっとシトラス感ある気がする。バーベナも好きだけど、私こっちの香りの方が好きかな。次、18日目。すごい、開け方下手なまま今回終わりそうなんだけど。はい。シトラスバーベナ好きって言ったからかな。今度はボディミルクきました。右手に。もうスルンスルンに伸びる、結構みずみずしいテクスチャーですね。もうこのヒヤッとする感じがバーベナシリーズだからなのか、普通に水っぽいものを使ったからなのかがわかんないけど、伸ばすとね、やっぱだいぶ違う気がする。もうバーベナの香りなんだけど、プラスでシトラスってもう当たり前のこと言ってるから、ちょっとやめとくけど、なんかこれの香水とかあったらなんか夏場めっちゃもうバシャバシャ全身に浴びたくなるなっていうくらい、すっきりしつつ、柑橘のおかげで元気も出そうな感じの香りです。そう、過去にもこのシトラスバーベナのシリーズ、アドベントカレンダーに入ってたことあるんですが、本当に私はアドベントカレンダーでシトラスバーベナの存在を知りました。いいよね、なんかそういう新しいアイテムとの出会いがね、あるのがアドベントカレンダーの醍醐味だと思います。次、19日目。うわ、結構もう後半だよ。はい、あー、来た来た来た。これもプレゼント行きかなと思うんですが、シアのソープ、ミルクですね。25g。次、いよいよ20日目です。これ20番台入るとラストスパートって感じするよね。これ豪華なんじゃない？去年も入っていた気がするんですが、イモーテルのオーバーナイトリセットセラム 5ml です。わかるかな？なんかこの黄色の粒が入ったセラムですね。なんかこのグラデーションめっちゃ綺麗ですよね。右手保湿タイム。まあ、ゆるいジェルっぽい感じの美容液ですね。うん。なんか美容液の中では結構とろみがある方かなと思います。伸ばすのはこうスルッと伸ばせるんですけど、伸ばした後にこう肌表面で厚みが出るというか、もし美容液併用してたら最後の方に使った方がいいかなっていうテクスチャーです。これ毎年何気に嬉しいんですよね。じゃあ次は21日目。はい。またまたスキンケアですね。シアエクストラクリームライト 5ml です。最初に出たクリームが結構コクがあったんですけど、こっちはもう名前の通りかなりライトですね。日中用っていう感じです。これもう全体に塗っとこう。こう紙っぽいもの触るとさ、手めっちゃ乾燥しません？乾いたもの食べた時に口の中の水分持ってかれるみたいな感じで、手の水分持ってかれるので、一旦ね、しっかり保湿しときます。では次、22日目。なんか今年意外となんかハンドクリームオンパレードみたいな感じにならなかったですね。シアのハンドクリーム 10ml サイズです。これがめっちゃ王道なやつですね。じゃあ、いよいよラストですよ。ラスト？いや、嘘嘘。ラストじゃない。23日目。忘れてました。見えにくいかなと思うんですが。アーモンドの、はい、ソープですね。50g。結構しっかりしたサイズあります。じゃあ今度こそ最後24日目。いきます。わあ、蓋がでっかい。わあ、しかもでっかい箱。おっきすぎて出ません。ちょっともう、箱がこう、仕切りがブレーキ破れちゃった。ボロボロになっちゃいましたけど、最後はこちらアーモンドハンドクリーム 75ml 現品サイズきました。やっぱね、24日目はこういう大物来ると嬉しいですよね。わあ、さっきまでの10ml 見てて 75ml はでっかいわ。ほら、海外の歯磨き粉かなっていうくらいのサイズあります。さっきね、アーモンドシリーズミルクとか触ったんですけど、それと同じ甘い香りかなと思うんですが、こちらが、もし価格分かったら入れておくんですけど、今パッと検索した感じでは価格出てこないなくて、30ml のサイズで1540円なので、75ml だと、もうちょっとお値段すると思うので、最後だしね、太っ腹なアイテム入れてくれてたのかなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。2022年一番最初のアドベントカレンダー開封は、なんか自分でも意外だったんですが、ロクシタンでした。これからね、国内でも発売とか始まると思いますので、今回の内容を見てね、なんか良さそうだから買ってみようかなと思った方は、ぜひぜひチェックしてもらえたらと思います。今回の動画参考になったよという方は、高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それから、Instagram や Twitter など SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。